はい、どうもジュリアスです。バトルフィールド2042やっていきましょう。今回は、通称サイガと言われる 12M オートですね。腰打ち最強なんじゃないかということでね。最初は、アタッチメントにね、この、レーザーサイトを使ってたんですけど、結局、そもそも、ばらける弾やから、バックショットで。あんま関係ないっていうことでね、移動中の命中精度アップのこれをつけてます。で、ショートバレルでぶつけると。まあ、強敵なライバルとしては、K13、通称ベクターがね、やっぱ 強いから、これと近距離戦どっちが強いかっていうところですよね。で、一応ね、索敵のためにパイクを使ってね、残党狩りなんかに使って逃げてるやつをね、追いかけるというハンターになりましょう。という感じでやってきたんで、そちらの方をご覧ください。どうぞ。これひょっとしてさ、腰打ちってこっちの方がいいんじゃないの？いっとー、なんてことすんの。ほら、EMP。EMP これ、あら、しくった、外した。おいー。開いてない。マジで開いてない。こんなことあんのか。ナイス。はは、この距離ショットガンでいける。シールドだな。あれ？エレベーターに入ったから。上か、つまりは。もう一丁上に行ってそうやな。エレベーターやったから。あれ？そうでもないんか。制圧しましたね。よーし、みんな行くぞー。スキャン、スキャン。あれ、潰れてない。セントリーが痛いんですよ。どこから撃たれてる？いたな、外。上にもおるな。で、あとは上。お、右から来てる。おほほほ、強い。あとは味方がやってくれた感じですな。上のやつだけいないかっていうのを見たいけど、スキャンがたまらんとです。いいね、やっぱ残党狩りにめちゃくちゃ強いな。敵が残りどこに隠れてるっていう時にハイクの出番ですね。よーし、そこにいるんやな。おほほ、お、危ねえ。よう、やったやった。私は近寄らないと活躍できんのや。いて。違う。上にいるぞ。よー、嘘ー、マジマグナム。へっしょ、一撃っすか、これ。 D1 取られてるやん。
よっほい。まだいる？オーケー。あとなんかもう一人いるぞ、こっちに。表側やな。おい、お疲れ様。あぶねー、まだいた。うわ、マジか。つえ、盾使いながらうまく避けられましたね。怖え。じゃあこれ味方のやつ、もう一人いた。おー、ナイス、やってるやってる。いや、いたいたいた、後ろか。なんて。くそ、ハンドガンに持ち帰ればよかった。多分上の渡り廊下渡ってんねんな、これ。いってー。あー、やっぱ渡り廊下からか。おお、車が突っ込んでいったぞ。一人逃がした。残りセクターはわずかだ。我々がフリーズしてやるぞ。ナイティーチェオクレイチェー。おお、いってえ。部隊を展開する。おおほう。腰打ち最強よ。ターゲットを探してる。あ？上からか。おりゃーん。あともう一発。ナイス。おほい。誰ももうおらんぞ。無理。ヘリやめて、ヘリやめて。オッケーオッケー、クリアクリア。あれ、まだいる。おい、 EMG 確認中っつっても外か、全部これ。いやー、ちょっとやるにはキルタイムがかかりすぎるな。おほほー、ここからやれるよ。ショットガンだよ。隠れられると思うなよ。やべえ。おお、いっぱい来た。いや、一瞬入れ違ってバレなかったな。あ、遠すぎた、遠すぎて見えん。おい、もう一人奥にいたけど、あれ乗り物か。乗り物やんのきっちいな。EMTP で援護や。おほほほほ、やったぞ。一人落ちた。
いや、やられたな、感じ。あ、まだ生きてる。ヤッホー。ああ、危ねえ。あるんか。逃がさん。あとは当たり廊下から、やれないな、いまいち。変わるのどうにかなるのかな。オッケー。ヘイ、おっほほー、勝っちゃうのがサイガです。あ、手前のやつは倒れたな。へへへ、見えてるぜ。いやー、楽しいね。強いわ。サイガちゃん最高。甲子打ち、右に出る者はいない。K13 がちょっとね、ライバルですけど。結局俺様が、ベクター対サイガやな。23キロ。まあ結構走ってる時間も多かったですからね。いいね、ショットガンは。はい、ということでね、今回はサイガーがね、腰打ち最強説。もうちょっとね、ブレイクスルーとかね、混戦のやつやれば、キルは増えるでしょうけどね。まあ、コンクエで、今ちょっとね、ブレイクスルーすぐアプリケーションエラーで落ちちゃうんでね、あんまやってないんですけどね。またいろいろやっていきたいと思いますので、次回もお楽しみにお待ちください。それではまた。